どれ？いつ来たんですか？マジで来たんですか？また今回は200年昨日寝れたんですか？もう暑いくらい。いつ来たんですか、韓国？お父さん、いつ来たんですか？マジで来たんですか？また今回は、言ってください、早く今回の目的は、찬찬이가 아빠가 고생하자. 다행이야, 다행이야. 아, 진짜. 아, 예, 안녕하세요. 아, 네. 오늘 저희 장인 어르신 오는 날이라서. 찾아보세요. 아니, 치즈 해야죠, 치즈. 누구야? 이게 누구야? 아이고, 우와! 엄마 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 바비 어서 와자 누나 바비 우와 우와 도사 ああ、頑張りましたねえ、すごいね、ロハ覚えてた？あ？覚えてた？覚えてた？覚えてた？ねえ、何か聞いたんだけどさ分かんないからだるまさんだった。これこれね、重いのと持ち上げるの、ほら。いやー、煙だわー。パピが来ましたよ、皆さん。だってパピのファンいっぱいいるんで。そうだよ、ファンに。ファンに。ファンミーティングしなきゃ。ハイタッチ会。もうじゃあお父さんが一応無事に着きました。これからパパと何をするか見てください皆さん。はい、今日は一応休みます。はい、お母さんいやいや、え、まだ？もっと？え、どうした？日本からマッサージに来たんだけど。好き？ああ、そう、気持ちいいな。出張マッサージ屋さん。もうですか？別に、おでっぷらしんでいつしんがよ。外国、こうやってね。外国の新人ですから。結構日本からの結構70年、ほぼ40年やってましたからね、信じてもいいんですよ。もうそろそろ引退なんですけど。目が見えなくて最近。ママ、テレビを見ないでママと遊ぼう。お願いお願い。あんで、あんで。お願いお願い。お願いお願い。あんで。ああ。ってビッグマンバー。あ。你且拜且拜哟。お願いお願い。ありがとうありがとう。うまお。いや。し
よ。どれ？父さん。どんいける？どんいける？いつ来たんですか？韓国？お父さん、いつ来たんですか？何しに来たんですか？また今回は、言ってください、早く、今回の目標、目的は？目的なし。久々にロア見たら可愛いですか？可愛いね、いつも。韓国はね、でも、お土産は買ってきてないんですね、今回は。東京から来たのに、東京バナナ、一つも買ってきてない。東京バナナ大好きなのに私。そうしてもいいんですかお父さん。でも青汁は買ってきてくれ。なんで娘のだけ。すんちゃんじゃダメなんでしょ。お父さん、あの買ったお父さん今すごい大手滝で、もうあっちまでも山もある感じの大手滝で、今何十年住んだんですか。そこはもう200年何歳ですかお父さん。あ、ない。パパが？あ、パパだっけ。パパ生まれてからそこに住んだ。73年やった。おー、すごい。あの、全部建て直してるから。あ、でもでも、まあ、そこ同じところですね。そう、同じ場所、ちょうど。家族も、はい、歴史だったら200以上ですか。もちろん200年以上。こういうアパート、うん、初めて韓国で1日に寝たんじゃないですか。ジャージしてください。ジャージしてください。はい、はい、じゃあ、皆さんいいんですか。はい、いってらっしゃい。これやらせじゃん、これ最初に入って、何が一番違かったんですか、日本と。違うのは、はい、あの暖房のシステム。あ、それが一番違いって、うん、そう。日本はあのエアコンとかね、ファンヒーターとか、それで暖を取るけど、やっぱり国柄の違いで、ここは床暖房が主でしょ、はい、それはやっぱり素晴らしいと思う。昨日寝れたんですか？どうですか？そうそう、あの昨日暑いくらい、逆に。あ、うん、フリースとか着ないの逆に。あ、あの暑いから。 T シャツで、うん、そう、部屋全体ね、温まるから。日本だと各部屋、そうですね、個別に暖房するでしょ、うん、そうすると廊下とか、はい、オープンスペースが寒いのよ。そうですね。私、お父さんの部屋行って、うん、一番心配だったのは、うん、あの、こういう使ってるんじゃないですか。そうそうそう。どれぐらい出るんですか、こういう台は。25,000から30,000。こういうだけよ、はい。電気ストーブもあるから、当然それでも暖房しますよね。はい。だから日本の場合は、そうやってきちきちって分けられないとかあるのね。結局温度でね、床暖房してると、常時してるわけでしょ。はい。日本だと、その部屋にいるときだけ、ファンヒーターかける、電気ストーブつける、その部屋から出ると消して出るっていう生活スタイルだから。じゃあ、ロア、パピタに部屋案内してみていいかい？うちの部屋から行ってみようか。はい。はい、やるか、あそこにいる。いますね。これは。まあ。これ20代からね、汗かかないね。そうですね。うちはね、一つにして全然効果ない。やっぱこの間隔開かないと。うちのやつはその過渡期で1枚のドアのガラスを20にしてる、はい、だから幅が狭いからどうしても結露。日本はなんで1度ですか？理由あるんですか？お母さんの部屋よ。なんかちょっと疲れましたね。こういうとこで住みたいんですか？もし管理しやすいこういうマンションに移ると思う。やっぱりね、セキュリティの問題とか、そうですね、いろんなね、ロケーションがいいですよね。気持ちいいね。はい、なんか全然それで一つユニークなのは、はい、その自分の住んでる土地の中に明神様って。あ、それなかなか日本でも少ないと思う。家の中で会えるのは初めて見たから結婚してよかったなって思いました。こうやってお父さんがまた韓国に来ました。ゆかさん、ありがとうございます。お父さん、ありがとうございます。恥ずかしいと思う。じゃあ、なので、はい、はい、じゃあそれでは、それではパピタンとまた韓国の
はい、遊び始まります。どれ